じゃあ次は、うん、ノーベノーベというワインを開けたいと思います。今度北へ行きますね。来た。はい、ピエモンテのワインです。お、ピエモンテ。はい、しかも皆さんご存知メルロー 100% ね。お、急にメルローってなったら、おお、でも基準の真ん中に近いワイン、ね。はい、もうまさにね、ど真ん中に近くなってるね、これね。うん、ということはきっと飲みやすいですね。そうです、飲みやすいです。飲みやすいけど、ね、やっぱりね、メルローがちゃんと主張するから、どちらかというと癖がないっていうよりはメルローの好きな人はたまらないワイン。メルローが好きな人、メルローのちゃんとこう味わいがしっかり出たワインですね。じゃあお次しますね。はい、お次します。メルローが好きってどういう感じかわかんないな。ね、いやでもメルロー好きな方は一定数いるよね。あ、そうなんだ。メルロー好きで、メルローありますかって聞かれるお客様もいらっしゃるので。はい、外観で言うと、まあ、さっきよりちょっと濃くなった、あのキャンティーから比べると。うん、そうですね、ちょっと濃いぐらいだけど結構似てますね、色味はね。うん、はい、年齢は変わらない気がするね、あんまり。うん、あんまり変わらないですね。うん、香りはちょっとだいぶ変わってきましたね。変わった？うん、あの今までの2種類とはちょっと全然違う香りが、スミレの香りがするけども。どうですか池田さん、どんな香りがしますか？全然甘い、甘い香りします。ああ、そう、うん、全然何も分かんないな、香りが甘いなっていうのは確かに分かる。何でもいいんですよ、でも、うん、何でもいいんです。これパイナップル。パイナップルはないなパイナップルはないわ。赤ワインで。ないんじゃねえかよ。赤ワインでパイナップルはないわ。あ、バニラね。バニラとかね、そういうのはありですね。うん、サルシッチャ。サルシッチャ。ハーブってことかな。ハーブとかスパイスかな。ね、スパイシーな香りがするよね。ブラックペッパーとかね。ちょっとさ、あのミントみたいな香りしません？ミントとかハーブ系の。しないね。しないですか？はい、あ、はい、ごめんね。いただきました。あ、美味しいね。さあ飲んでみましょう。うん、美味しいね。これまた美味しい。美味しいね。はい、あね、ほら基準のワイン好きだったじゃん。うん、でいうとここのあたりにプロットされてるやつは、うん、きっとね、あなた好きなんですよ。要はあんまりこう何でもエッジが立ってないやつね。はい、そうそう、まあ、ど真ん中ついてるんですね。ど真ん中ね。そう、要は酸味もまあ、うん、あるけど、そこまでフレッシュな感じではない、うん、かつタンニンも柔らかく、ね、滑らか、うん、で果実味がガツンと立ってるわけでもなく、うん、本当にど真ん中、うん、かといってじゃあ個性がないかというとそうではなく、うん、しっかりねメルローの良さが出てるんですよ。メルローの良さってどんな良さ？メルローってね、もともとやっぱボルドーワイン、うん、でボルドーでカベルネとメルローって双璧を成すやっぱりね品種なんですけど、うん、メルローはやっぱりねしっかりした骨格がポイントなんだけど、骨格がポイントなの、ね、はい、だからもう ボディがある。ボディがね、うん、でもそれカベルネもボディしっかりしてる。そう、カベルネはねさらに骨格が強い。もう、あ、そういうこと？鎧ガシガシに着てるような骨格で、メルローが、まあ、ないとカベルネも引き立たないぐらいすごいいい相性のいいパートなんだけど、メルロー単体で飲むとちょっと優しくなるんですよ。だからで、まあ、飲んでいただいて分かると思うんだけど、ちょっとこう青っぽい感じが感じます。カベルネにも共通してあるんだけど、このなんかね赤ワイン飲んでるんだけど、うん、少し最後に清涼感があるというか、それがメルローの特徴ですね。なるほど、はい、でもね、でもまさにチョコレートとかさ、少しこうコクがある感じもしっかり感じられるし、非常にバランスがいいワイン。あ、これブルーチーズも、まあ、ブルーチーズと言ってます、うん、もうすでにゴルゴンゾーラ。私はちょっとコッパでいってみようかな。コッパでね。ね。じゃあ私もコッパでいってみるわ、うん。うん。美味しいね。あ、ちょっと色が濃くなったらコッパの、コッパでいいね。そう、うん。コッパとメルローでもやっぱりちょっとメルローが勝ってくるね。でもね。そっか。うん。じゃあやっぱりブルーチーズの方がいいんじゃないですか。そう、あのやっぱりブルーチーズとか味、うん、ね、熟成感のあるチーズの方がまあ合います。うん、さあこれはどんな時に飲んだらいいですかね、ソムリエ先生。もう来ちゃう？もうちょっとだけ待とうか。もうちょっと楽しいんです。はい。うん。ハチミツブルーチーズなんて最高だね。どうですか池田さん、どんな時がいいですか、これを飲むなら。デートらしいので、はい、赤身のお肉。まあそうですね。うん。じゃあやっぱりあれか、うちのレシピで言うと
それこそ赤ワインのあのカルビ乗せたパスタね。おお、赤ワインで、茹でるパスタね、うん、もうこれもバッチリちゃんとあのカルビ肉、ね、それは合います、それは合いますね、完璧に合うから、だから、うん、ちょっとやっぱり牛肉いいんじゃない、あの、ね、牛肉のシチューとかいいんじゃない、牛肉のシチューとかね、ね、だからこれからの季節だからだ、そう本当に合う料理が多い、うん、いいと思います、うん、ね、あの ルッカ風のね牛肉のシチュー一回やったでしょ、ね、あれとかいいよね、肉の旨味ギューッと感じながら、いい、ね、スペアリーブのバルサミコ煮込みとか、あーいいね、いいね、バルサミコとも合いますね、合いますね、このいい感じの酸が、だからやっぱりあれか、うん、このワイン飲むときはごっつを用意するときやな、ごっつをね、ごっつをや、ごっつをね、うん、ごっつをね、ごっつを、ごっつをね、ごっつを用意しよう、うん、ってなるとやっぱりちょっと最初のやつもお祝いとかって言うけど、うん、これもちょっとメルロもいいと思いますね、ね、はい、お祝いでいいかな、なんかあとは本当にあのまたさっきのねパーティーとかお友達が集まるシーンじゃないけど、うん、これを持っていくと外さないっていうワインだね、あ、真ん中だし、真ん中だから結局ね皆さんが美味しいっていうワイン、甘すぎず、うん、ね、やっぱり酸が強すぎずで、タンニンが強すぎずで、極論ね、これ持ってって恥をかくことはないです。なるほど、はい、恥をかくワインってあんの？恥をかくワインありますよ、ね、あなたみたいな人はさ、うん、もうブルゴーニュじゃないとワインじゃないみたいな言い方するじゃんもはやね、もはやそんな人にさ、なんかもうこういうワイン持っていくとさ、なんでカベルナンク持っていくの？恥かくじゃんね、あ、そういう恥かくね、そういう下がでさ、なんかもうね、いや、カベルナンク持ってくるやついるみたいなさまあ合わねえじゃん、肉とか出ねえしさみたいな、でなるでしょ、でもこれだと、まあ、肉でもね、肉は寝なくても結果、うん、逆に豚肉でもいいし、そう、鶏肉でもいいし、鶏肉ね、ね、なのでやっぱりど真ん中のワインっていうのは万人に愛されるワインなんですよ、なるほど、はい、じゃあ困った時に、そう、とりあえず今日赤ワイン飲みたいなっていう時は何でもいけるってことだね、うん、うん、こういうのを1本持っていくとか1本ストックしておくと非常に便利かなと思います、うん、ね、じゃあ逆に言うと自分というよりは6本ご購入いただいて1本どっか持っていく時用に取っとくといいかもしれない、いや、いいと思いますね、これはどっかお土産に持ってこうって時に行くと、はい、あ、みんな美味しいねって確実に言ってもらえるワインだね、そう、だから自己承認欲求を満たしてくれるワインいいですね、いい表現使うね、心からの美味しいが聞けるワイン、あ、ね、確かに確かに、はい、と思いますよ、そう、これからね、3つは俺みたいな人がいると、はい、そうなんですよ、こっから3つはもうかなりね、もうハードパンチ打ってくるから防御できない人はもう打たれちゃうから打たれちゃうよ ね、そうなんです、そうなんです、そうですね、はい、じゃあ行きます、次行きますか、ちょっとこれから後半戦ヘビーになりますよ、ね、はい。